ウルトラの父がいる、ウルトラの母がいる、そしてピンのアイアン揃った。はい、230が発売されますね。はい、もう渋野プロも早速使ってね、いい成績出してたりとか。まあ、今回は、うん、まあ、こういう I230 が登場して、はい、まあ、いろいろね、うん、まあ、私も含めて、うん、ちょっと位置づけ、うん、ちょっと、ちょっとごちゃごちゃっとしてきたよっていう人がもしかしたらいらっしゃるかもしれない。あ、結構まあ種類はあるからね。そう、種類があるから、ある方だから。今日は兄貴にね、ちょっと一個ずつ特徴と、うん、まあ、ターゲットっていうか、まあ、こういう人が合うんじゃないのみたいなのも含めてね、うん、ちょっと喋っていただいて、細かいもうマテリアルだとか、うん、もうシステム的な部分は、うん、もうピンさんのページ見ていただいて、今、6シリーズぐらいね、なるか、出てるみたいです、うん、これは全部ゴルフテックにあるんで、うん、僕ら打ってますね。そうね、まあマッスルバックですよ。いや、本当マッスルバックっすよ。小ぶりなマッスルバックっすよ。いや、本当っすよ。もう本当しっかり上からがっつりスピード&パワー、特にロングアイアンは上がってくんないし、ね、距離の差が出にくい。スピード&パワー、ボディ&ソウルね。ボディ&ソウルですね。ねえ、本当に。そう。いや、本当そうだな。それがもう一番。ちょっとでも違ったらすごい球出るからね。そう。で、あと、まあ動くよ。そうですね、ピーキーですよね、やっぱり。そう、まあ、はい、使える人が使ってくださいっていうアイアンです、はい、僕はもうこの手は触らないですね。そうです、はい、今までフィッティングアイアンいろいろ兄貴もピンさんのやってきてると思うけど、うん、ブループリントですね、あなた一番これいいですよっていうケースって本当少ないですか。うん、本当少ない。かっこいいんだけどなっていう絶対いるんだけど、やっぱボールフライト全部平均点出しちゃうと、そうだよねっていう感じにはなることは多いね。わかりました、うん。これもすごい綺麗なアイアン、めちゃくちゃ綺麗、うん、なんだけども、もうね、俺ブループリントの差がよくわからんって感じ。あ、I5級とブループリントの差、ね、まあ、ちょっと優しいかなぐらい。まあでも構えた顔はね、やっぱりちょっと違いますよ。まあまあまあ少しね、うん、安心感は、うん、ちょっと持ってるけど、まあ、まだまだ足んないです僕には。あ、本当ですか、うん、僕はねちょっと揺らいでるのが、うん、あれ、もしかして僕 I5 級かもって思ってる。なるほどね。ちょっとブループリントが使える技量じゃないんじゃないかなって、I5 級かもって思ってる最近、うん、I5 級いいアイアンだけど、まあ、コウタロとかはもうブループリント使ってるから、うん、あ、少しこっちの方が楽だなっていう番手とかはありそう、うん、特に上の番手とか。いや、本当その通り、本当、うん、その通り、うん、I5 級とかにしてもそうね、 I5 級いいね、もっと揃うのかもよ。あ、ね、うん、それはありますよね。確かに確かに、うん、っていう感じ。だからここはそんなに一気に優しくなったみたいな感じは、構造の違いとか全然違うんですよ、これ実は。うん、まあ、そうだね。そうなんだけれども、実際打ってみたらそんなに僕レベルだったら分からなかったから、うんうん、あ、むずってよ、うん、まあ、初対はいけるけどさ、まあ、そうね、ミドルロングなんてくるとむずってなるむずってなるんだ。もうなんかね、もうなんか電気が走るの夜こうしてたり、むずってどれこれ打てんの何だこれ上がんのまあ、前回の I210 の今回リニューアルさ、はいはいはい、うん、もうこれ使って何勝したんですかね、もう本当に。いや、すごいですね、前回の210ですわ。いや、本当にもうさっきも言いましたけどね、変えなくていいし、うんうんうん、もう本当 に, 確かに、フェースのね、溝の本数がちょっと増えてるんですよ、前回より。今回ね、そうだからね、フェースの見え方がちょっと俺はよりはっきりとフェースがガンっていうのがより分かりやすくなった。なるほどなるほど、うん、やっぱりそれであれですか、フェースのその、まあ、溝が増えたことで、そのまあ水とか、そうだね、そういう芝だったりが、まあ、逃げやすくなってる、うん、なので、スピン性能がロスしにくくなってますよっていうところ。なるほどなるほど、うん、ぐらいかな。あとは少しトゥー側、うん、ね、これちょうどありますけど、はい、ね、ウェイト、あとヒール側にもちょっと若干増えたりして、感染モメントがわずかながら気持ち上がってるというところ、はい、なるほど。まあまあ、これは本当に打てるね。まあそうですね、打てる、うん、ここはもう僕でも打てます。あ、来た、ここで、ここでやっと、ここでやっと、やっと僕打てます、
ピスタチオさんピスタチオが出てこなかった。なるほど、うん、いけるなっていけるっていう感じがします。何のとは何だろう。大丈夫大丈夫。僕ね意外だったのが、僕もっと飛ぶと思ってた。ああね、いや本当にこの見た目ね、いやなんか結構飛びそうですよ本当に。田崎さんのこれにちょっと通ずるものあるわ。見なさいそれ。うん、全然なんか空洞になってないんで、うん、そうですね、うん、ちゃんと後ろに意味のある、うん、あのさっき言った CTP エラストマエラストマ、ちょっとエラストマかエラストマはこのカブかカブか、うん、カブか、うん、まあ打感も相変わらずいいっすね、うん、確かにいいですね。もソールも、ね、従来通りしっかりありますので、はい、まあ、ツアーアイアンとはいえすごい優しい、はい、扱いやすいツアーアイアンだと思います。そうでしたね。あのこれね注意しておかなきゃいけないのは、これ前作もそうなんですけど、はい、さっき言いましたね、うん、飛びませんそんなに、飛び系じゃないからそもそも。そうね。あ、だからでもそれ思ってる人いると思いますよ。だから僕だって、うん、そこは注意ね、うん、あのいるの最近フィッティングしてて、新しいの出ると必ず飛ぶとか、はい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 、うん、やっぱもうドライバーの流れ組んじゃってるから、もうさ、アイアンもそんな準備しちゃってるお客さんいっぱいいるんだけど、いやこれはそういうものですから、これは。うん、これピンさんもう本当に制作の人がもう本当に変えるの怖かったっていうぐらい前作、あだから本当に本当に手が加わってない。そんな、なるほどね、うん、あくまでもマイナーチェンジ、うんうん、だもういいですよね。もういい、もうそれだけ良かったんですよ。性能だったり、まあ、縦の距離感の合わせやすさ、まあ、高さの揃え方もそうですけどね、うん、はい、まあこれはもう秀逸です。はい、うん、本当ですね。じゃあこの i230、うん、まあ、前作で i210、うんに、まあ、もうちょっとやっぱさすがに飛距離欲しいよ先生と、うんうんうん、いう感じになってくると i525 が出てくる。あ、なるほどね、うん、飛距離欲しいよ先生ってなった。先生先生飛距離欲しいですよ。これはやっぱちょっとね、中空っていうこともあって飛びます。やっぱ初速感が全然違う。じゃあ i230 からの後はちょっと飛距離が性能として入ってきますか。入ってきます。あ、いいですね、わかりやすい、うん、ただね見た目はそんなにこうボテッとした感じでもなくて、確かに、うん、まあ皆さんも i225 はね構えてる方も多いと思うし、ね、使ってる方も多いと思うんでね、うん、で、はい、次がで今度 i525 よりももう少しこう、うん、飛距離性能はもちろん維持しつつ、はい、さらに飛ばしたいっていう人も若干含まれるかな、はい、あとはね捕まる要素と打点のブレのミス、うん、これを持たせたのが、まあ、今回の G430。 あ、なるほど、これ飛ぶし捕まるしさ、無敵じゃん、これ曲がんないやつだもんね。あ、じゃあここは結構じゃあ使えるゴルフは多いですね。多い、もう本当にもうザ・アベレージからもう幅広く、あれ結構なんですか、右に抜けるミスもあのカバーしてくれるんですか。やっぱちょっとグサってるからね、オフセット入ってるから、ね、あ、なるほど、オフセット分で525に比べても、でもそこまでねグワッと入ってるわけではない。全然見た目綺麗だし、まあそうですね、うん、すごい綺麗になった、うん、すごいよねやっぱりね、初速はえぐいねこれね。僕だって G710 でやっぱりちょっと飛距離がもっと欲しいですみたいな女性の方がこれに変えて、やっぱりもう本当にキャリーが全然変わるもんね。そうよね、もう本当に初速で上げるっていう感じだよね、うん、パチンって言ってね、うん、で曲がらんし、曲がらん、ね、やっぱり逆に曲げるのむずくないこれ。ああ、そうかもしれないですね。こんだけボテッとしてるとね、ボテッとっていう表現怒られちゃうかもしれないけど、ちょっと大きめのね、大きめのね。まあこれも打ったことあると思いますけどね、はい、もうなんかハイブリッドだよ ね、 これね。そうですね、もう僕らからすると、うん、でも金谷君ロングアイアンでこれ入れてたりさ、ハイブリッドの感覚でこれ入れてたり、やっぱそうですよね。僕も以前なんかで一緒に回ったプロの人がこの G710 の、うん、でもかなりロングアイアン、そう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 、すごい硬いシャフト入れて入れてましたね、うん、安定感は絶対あるよね。確かにね、ちょっとユーティリティっぽく使えるってことですね、うん。チャンネル登録よろしくお願いします。こういうラインナップですか。そう、あ、なるほど。だから飛距離っていうのを求めてくるタイプのゴルファーは、うん、だから、i525 から以下になってくるんじゃないかな、うんうん、はいはいはい、はい、そうですよね、うん、で、あ、今日非常に分かりやすかったですね。だから高太郎くんもあれじゃないの、なんですか、もうブループリント、うん、i59、うん、i23 っていうこういうセット、はい、面白いんじゃないの、うん、もうね混ぜようと思う。本当に
混ぜるべきだと思いました。今日は話聞いてて、コトちゃんこれでまたロングアイアン、はい、ハイブリッドの代わりにさ、うん、G710 入れちゃうなんてったらもう、いや本当だよね、もうピンさんのなんかあるでしょって本当ですよね、うん、でもそういうのができるのもピンのさ、そうですよね、いいところだから、うん、1本で1本単位で買える、ね、1本単位で買えるからね、うん、組み合わせ自由ですから、いやいいな、楽しいよね、うん、ぜひねちょっとピンのアイアンであのコンボ的なセッティングを考えられている方はこの動画ね参考にしていただけると、うん、いいかなと思います、ね、ちょっと面白いね、いろいろと、まあ、シャフトも変えてね、打っていただけると面白いんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひねお近くのピンのショップとか、うん、そういったところでテストしていただければなと思います、はい、さあ、次回はどんなクラブをお届けできるでしょうか。さようなら。ピン、Good morning to you all. This is 8 o'clock tea time. First on the tee, Kotaro Yoshida.